今日、東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は6,768人でした。先週の金曜日から1,344人減りました。感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の6,768人で、先週の金曜日から1,344人減りました。直近7日間の感染者数の平均は7,310人で、 前の週と比べて98.1%になっています感染者を年代別に見ると20代が1364人で最も多くついで30代が1334人で65歳以上の高齢者は359人でした重症者は昨日から一人減って20人で重症者用の病床使用率は今日の速報値で6.8% 全体の病床使用率は27.6%になっています。また、60代から90代の男女7人の死亡が確認されました。